皆さん、こんにちは。泣く子も黙る中華系ギターカコッション、滝沢でございます。泣く子はいねが、悪い子はいねが、ガハハハハハっていう感じで。どうも皆さん、こんにちは。滝沢でございます。今回の動画は2018年版のギター紹介、機材紹介ということで、今まで機材紹介の動画をたくさん作ってきましたけれども、今回の動画は、皆さんにまだ、お見せしない、紹介しないギターを中心に、機材紹介をさせていただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。まぁ、いろいろまたこうベラベラ喋りながら、ギターを弾くだけですけど、よかったら楽しんでいただければという感じでございます。一番最初にまずご紹介させていただきたいのはこちらのギターです。多分このギターがね、皆さんにとってもね、誰やねんという感じでね、なんかニューギターかなって思うようなギターだと思うんですけれども、ヤマハのナンバー80という、ギターでございます。ヤマハのナンバー80。ロゴを見ていただくとわかるかと思うんですけれども、今のヤマハのフォントと全然違うフォントなんですよ。ヤマハナンバー80日本楽器としか書いて選べる。もちろん、おなじみの音差マークもありませんし、ヤマハのおなじみのロゴもなくて、まあ、推定するに多分1960年代前半、昭和、30年代とかのギターなんじゃないかなっていう感じのギターでございます。ヤマハはガットギターを作り始めて、でしばらくするとそのスペインにそのクラシックギターの技術を学びに行くんですよ。で技術を学びに行って、その技術を持ち帰って生産して、クラシックギターが発売したのが1967年とかだったんですけれども、その1967年以降のガットギターに関しては、なんか GC シリーズみたいな感じですね。そのナンバーいくつって言い方してないんで、全然別のシリーズになるんです。なんで、おそらくそれの以前、普通にその見よう見真似でギターを作ってた頃って言ったら、ちょっとまあ語弊があるかもわかんないですけども、まあいい意味で、その他の知識にとらわれない純国産の時期のギターなんじゃないかなという感じです。で、ナンバー25とかね、ナンバー80とかナンバー60とかいろいろあるんですけれども、その中でもその、まあちょっとこのエントリークラスじゃないか、ちょっとこの上のクラスのギターで、多分当時の定価としては8000円とか1万円ぐらいはしたんじゃないかなっていう感じのギターです。ちょっと詳しいことは全然わかんないんですけれども、まあよかったら、詳しい方がいらっしゃいましたら、いろいろコメントに並べていただけると、すごく僕としても勉強になるのでありがたいなという感じでございます。別の確実なこととしては、1960年代前半のギターであろうということでございます。で、当時その頃の大学の初任給が1万3000円とか1万4000円とかだったんで、まあ、それを鑑みてもね、多分まあ、普通に買うと10万円くらい、10万円しないくらいなのかな。ちょっといろいろお米の価格とかも考えると、そのね、まあ、本当単純に20万円というわけではなくて、うん、普通にね、10万円いかないぐらい、いかないかなぐらいの価格だと思うんですけども、まあ、その中でもそのエントリーからちょっと出たような、ちょっといい目のラインナップの、ギターという感じでございます。ナンバー80。なんかね、本当ね、すごく、いいんです。これがほんまに。とても音の立ち上がりもいいですし、本当はもうゴルフ打っちゃダメなんですけどね、ゴルフ板貼ってないからね、ちょっとこの辺がボロボロになってしまってるんですけど、感じのその癖がなくてね、すごい低音とかもしっかりしてて、高音とかもしっかりしてて、なんか本当にもうその扱いやすい音って感じです。ザ・ヤマハって感じですね。すごい日本人って感じの音でございます。で、皆さんにとってはすごいこの新しいギターなんですけども、僕にとってはこれめちゃめちゃおなじみのギターで、もう使い始めて10年以上経っているのかなっていう感じのギターです。すごい話すと、ルーツがすごく長くて、その、まあ、その僕はそのアフタービートってお店でその働いてたわけじゃないですか。で、そのアフタービートを始めた、その関戸さんという店長さんがいるんですけども、オーナーさんみたいなのがいるんですけども、その店長が、アフタービートを始める前のまた別の楽器屋で働いてたんですよ。また別の楽器屋さんで。で、その別の楽器屋さんで働いてるときに、クラシックギターの先生が、専門で、講師として来て、出しちゃって、で、その、
クラシックギターの先生が生徒さんの貸し出しをとしてお店に置きっぱなしにしてたギターがこれらしいんです。で、ある時からそのクラシックギターの先生とその連絡が取らなくなってというか、つかなくなってというか、どういういきさつだかわからないですけど、まあ、とにかく連絡を取らなくなって、で、お店を閉めるということになって、で、その関岡さんがこのままアフタービートにこのギターを持って行って、で、その置きっぱなしにしちゃったんですけども、僕はすごい好んで、もうずっと僕は使い続けてたっていう感じです。で、本当もう使い始めてすぐの頃、1、2年経ってないぐらいに、もうこのギターめちゃめちゃ僕は気に入りすぎて、そのクラシックギターの先生にお手紙を送ってるんですよ。もうこれこれこういうことで、その関岡さんがアフタービートというお店を出すことになって、そこにその常駐しているギターコーチのものですと。で、いろいろこうあって、そのガットギターをちょっとね、ありがたく使わせてもらってるんですけれども、すごいもう気に入ってるんで、なんか譲ってくれないかと。で、そんな感じの、手紙を一回こう出したことがあるんですが、それが特に返信がなかったと。いうことなんで勝手に使わせて、いや、そういうことじゃなくて、返信がなかったんで、まあ、結構そのガットギターの、クラシックギターの先生がね、女性の方だったらしいんですけども、僕はちょっと面識ないんですが、結構な高齢の方だったんで、まあ、返事がないイコール、まあ、そういうことなのかなということで、ちょっとうやむやになりましたが、で、まあ、結果的に、ちょっとまあ、このギターは普通に僕はちょっと使わせていただこうかなという感じで、ちょっと今はもう僕のものとして、今は使わせてもらっているような感じです。なんか普通にこう、すごい、ギターとしての性能が超高いというか、すごいんです。まあ一応ね、その、クラシックギターの先生にその正式に許可をもらったわけではないので、ね、その、完璧にその僕個人のものってわけではないんですけども、まあ、もう文句言う人がないから、いいや、もう俺のものだわーっつって感じで勝手に持って帰ってきたような感じでございます。一応それまではその、このヤマハのナンバー80っていうギター、探したんですよ。同じ形のギター。今でもね、そのヤフオクとかね、メルカリでね、ヤマハナンバー80ガットギターとかで検索すればね、結構な玉数が出てきます。しかも安いです。だいたい5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、安くても1枚、高くても1枚以内で、買えるようなギターです。で、僕もね、3本買ってます。3本。同じの。ヤマハナンバー80ガットギターって感じで調べて、3本買ってます。しかし、どういうわけか、同じ型番で買ってるはずなんだけども、スペックが全然違うんですよ。ちょっと待って、これネック材違くねとか、ちょっとこれボディ材違くねとか、なんかすごいこうね、作りが悪いんだけど、どういうことみたいな感じで、全然違うんです。で、その、今までその買ってきたその3本に関しては、ちょっとこう気に入らないから、ね、でも上げちゃうみたいな感じで上げて、結局、まあ、このギターを僕はね、今使ってるんで、もう満足って感じなんですけども、まあ、よかったら一か八か皆さんも探してみてくださいませ。一応同じ型番のギターは見つかるけども、同じギターは見つかるかどうかはちょっとわからないという感じでございます。なんかこうね、なんだろうな、前の機材紹介の時に、その中手のガットギター紹介させていただいたと思うんですけれども、あれよりもね、僕は実はこっちのギターの方がね、全然気に入ってるんです。なんかこのネックのサイズというか、厚みというか、形状とかもすごい気に入ってますし、音色としてもすごい気に入ってますし、あのギターも音でかいんですけども、このギターも何気にすげえでかいんですよ。で、唯一、僕が今持ってるガットギターは、こいつと、あとこのアリアの、このフラメンコギター、この2本だけなんですけど、このアリアもすごくいいんですけど、この、ね、音の立ち上がりだけですね。立ち上がりだけやっぱりこっちの、ね、フラメンコギターの方が、ね、ズバンって感じがするんでいいなって感じなんですけれども、その他においてはね、すごいこっちのギターもなかなか負けてなくて、本当にお気に入りです。ステロキッチンの解散ライブの時もこのギターで使ってるし、レコーディングの時もこのギター使ったりとかしてるんですけども、もう本当にお気に入りって感じですね。前の中手のギターは結局友達に開けてしまったのかな。そんな感じで、僕が持っている今、ガットギターは、これとアリアだけなんですけども、前紹介したときあれかな、中手のガットギターと、あと、ヤマハのエレガットもあったかな。中手のギターも友達にあげちゃいましたし、ヤマハのエレガットも視聴者の方にあげてしまった感じですね。なんで、まあ、自分今、エレガット持ったくて、値切りにちょっと困ってるんですけれども、そんな感じで、ガットギターに関しては、この2本の中のうち、このナンバー80がとてつもなく大活躍って感じです。まあ、先日アップロードした曲、
かっていただけたと思うんですけども、すごくいい音色です。フレーズをもう一個の楽器でも弾いてみましょうか。あっちの中手の方はあれかな、あの以前なんか花水木とかをソロギターで弾いてたかな。立ち上がりがいい感じですけども、ちょっとこのふくよかさが少し足りない感じですよね。ちょっとこの低音は出てるんだけども、立ち上がりはいいんだけれども、ちょっとどんしゃりな感じ。あと、こっちのギターは音がでかい。でかくてどんしゃりな感じで、なんかそういう元気な感じがしますよね。なんかノリノリになる感じ。対してこっちのヤマハの方だと、なんかしっとり大人な感じですね。元気の良さがなくなるけれども、この枯れた感じ。違いはわかりますでしょうか。なんかそのしっとり落ち着いた感じになるかと思います。で、ガットギターの弦はいろいろ使い分けとかもしてたんですけども、最近は少しめんどくさくなってきたので、全部サバレスで統一をしているような感じです。一時期はなんかの花バッハとかにちょっとハマっていて、うん、ギターによってそのいろいろこの弦を使う弦というか、そのオーガスティンと花バッハとサバレスを使い分けてたんですけれども、最近はなんか全部そのサバレスにすることがすごく多いかなって感じですね。この1、2、3弦の、このザラザラ感っていうんですかね。このちょっとこの、ツルツルしない感じ、引っかかる感じ。サプレスはね、これがすごい特徴的だと思うんですけれども、なんかエレキギター慣れをしているというか、鉄弦慣れをしているせいか、なんかあんまりこの丸みがあって、このポコポコするよりも、ちょっとザラついた方が、なんかしっくりくる感じがありますね。のスピッツ。ここか。突然のスピッツ。そんな感じでございます。ヤマハのナンバー80というギターでございました。ちょっといろいろと紆余曲折あって、僕の手元に来ることになったんですけども、そんな感じのギターでございます。ちょっとね、長くなってきたから次、長っ!15 分も喋ってる。次の動画でまた別のギターを紹介させていただこうかなと思うんですけども、1本目の動画はヤマハのナンバー80というガットギターでございました。さっきも言いましたけども、ヤフオク、メルカリで探せば同じ型番のギターはたくさん、見つかるかと思います。もしよければ、いろいろ探してみてくださいませ。しかし多分これに勝る機種は、これに勝る答えは、本当ないと思いますね。別にそんなにメンテナンスしてるわけじゃないんですけどね。別に、ね、リペアとかこれ出したことないですし、でもすげえ状態めちゃめちゃいいんですよ、本当に。
マジネックの状態とかもすげえいいですし、こっちの腹の状態とかもすげえいい感じでございます。なんでこんなにいい状態をキープできるのか、ほんとメンテナンス一回もしたことないです。フレットとかもそのままだし、ナットとかサドルとかもそのままだし。多分これはサドルだけ変えてあるっぽいですけども、ナットはオリジナルじゃないかなと思うんですけどね。まあ、この辺の出来の良さは何だったのか全然わかんないですけども。まあ、過去のヤマハの執念って感じなんですかね。なんか本当にまあいい仕事するわって感じですよ。多分このギターは僕はね、一生、大切にするギターだと思いますね。本当にめちゃめちゃ気に入ってるんで、このギターは。改造したり、穴開けたりすることなく、すごく大事に使っていくと思います。ちょっとゴルペしまくっちゃってますけども。そんな感じでございます。1本目のギターはヤマハナンバー80というギターでした。2本目の動画でまた違うギターを紹介させていただこうと思いますので、よかったら楽しみにしてくださいませ。それでは違う動画でお会いしましょう。さよなら。バハハイ。